レコタックルをペナルティーエリアの中決まった。今シーズン初ゴール1対1。その後ろから福森選手がどう関わるかっていうのは札幌のストロングですから、はい、金子拓郎、大畑、金子がペナルティーエリアの中に入っている。右足のクロス、ショルツ、こぼれた、ガブリエル・シャミエル、わずかに上、いや決定機でした。ここは決めたかったですね。出せという秋元の指示もありますが、モーベルクプレー、真当が出てくる。右足で上げてきますが、ですね、はい、このキックが手に当たったけどさ、はい、エリアの中で、はい、深めの助走からモーベルト落ち着いて決めました。1対0、浦和先制。少しずつ前線に圧をかけていく、いいサイドチェンジがありました。高みに上がってきてクロス、こぼれ球、モーベルグのクリア。金子拓郎の左足、もしくは手に当たったかというアピールですが、閉じている、あと自然な場所にあるかという、はい、まあ、ここで VAR との交渉になりました。 VAR の結果、まあ、これは自然に大きく見せようとしていた行為は取られませんでした。そうでしたね、はい、松尾も下がりますがサイドチェンジですが、後半多い姿に回ったり中に入れる、後ろから高めのクロス、金子拓郎、ペナルティーエリアの中決まった。今シーズン初ゴール、1対1。札幌同点に追いつきました。いや、うまかったですね、菅原選手仕掛けて、ここでワンタッチで高め線入れて、ギリギリですかね、でここよく収めましたね、打ちやすいところに持っていけてるんですよね、ここで。このタッチですね、ここでちょっと滑りかけましたけど、はい、体勢崩しながらもこれよく持ってきましたね、逆に。中途半端な形になって、あっと松尾が倒れました。1点に追いついた札幌が1人少なくなります。少ない札幌を入れて中島のヘディング、ここは中島選手が高さ行きましたね、あそこでストーンのところで。さあ入れ替わった、斜めに中島、あ、ナイスカバー、まだ抜けてくる、西川と中島、西川が行った。中島は今手で止められたんじゃないのかというアピールでしょうかね、はい、関根、逆にカウンターですね。札幌左変わったばかりの青木、まだフレッシュな青木、そして秋元がここまでこのスピードで戻ってくる。力の強さですね、はい、この辺。青木が逆サイドへ、よく見てましたね、ルーカス・フェルナンデス、ペナルティーエリアの中、笛はありません。いいゴール出ましたけど、よく松尾選手戻りましたね、小泉選手はいいゴールでした。両チーム死力を尽くした今日の一戦、勝ち点1の痛み分けということになりました。